プリンです。今回なんですけども、スパイファミリーコラボで登場したロイド・フォージャーと、あとロイヤル・ウォーク&ノーチラスのね、相性が非常に良くて強いという話を聞きましたので、使ってみたいと思います。多分ね、クエストとかで活躍したんじゃないかと思うんですけども、で性能なんですけど、ロイド・フォージャーはですね、リーダースキルがまず変身前で盤面76にしてくれます。で変身するとスキルが2ターンの間属性吸収とダメージ吸収を無効化で、闇属性の攻撃力が2倍と盤面76にしてくれます。なんで76対策がされているダンジョンにも1人で対応できるという感じですね。でリーダースキルは3色でダメージ軽減が 75%、 操作時間3秒伸ばしてくれるのも偉いというような感じの性能になっております。ロイチラはね、説明しなくてもご存知の通りかと思いますので、ダンジョンの方に行きましょう。今回ダンジョンは壊滅の潮流に挑戦していきたいと思います。行きましょう。ロイヤルノーチラスをね、使うのがすごく久しぶりなので楽しみですね。でまず1回はロイヤルノーチラスとロイドの変身をしていくというところですね。はい。で今回スキブが27個で遅延耐性がね、4つはないところもあるので遅延されてしまいますが、まあ、基本的に大丈夫です。雪の下から入っていって、でロイドとノーチラを変身。で、そしたらカリンドラゴンの1段階目使ってあげて、兵士として、そうするとコンラートのね、上のスキルのアレキサンダーが溜まるので、これで遅延が入ります。で、4ターンの間ね、1コンボしてあげて、いくという感じですね。この壊滅の潮流ってさ、最初の称号チャレンジの時に、まあ、ウルトナがね、一番強かったと思うんですけど、僕ね、持ってなくて、で、僕はね、ウルトナじゃないや、ロイチラをね、使ってクリアしたので、すごくね、懐かしい気持ちです、今。はい、ということで、サブのロイヤルノーチラスを使って、ここは突破しに行きます。ここね、削れなくても大丈夫なので、ミスっても大丈夫です。そしたら、コンボが足りないかもしれないので、ミスるかも。はい。ちょっと1コンボ足りなかったけど、落ち込んきて大丈夫でしたね。まあ、ミスったらね、フレンドを変身して、もう一回倒しに行くという形です。変身すればね、フレンドのリーダースキルで4コンボ加算あるので、盤面6コンボしてあげればよくなります。ロイヤルノーチラスはね、皆さんご存知だと思うんですけど、L 字消しプラス10コンボ強化でね、火力が出ますので、はい、まあ、そんな感じでやっていきます。あ、セッカ使い忘れた1回で。使い忘れたらセッカ温存ですね。で、ここはね、真ん中が水だとダメージ無効来るんですけど、今回は木だったので大丈夫です。覚醒無効を解除してあげて突破しに行きましょう。ああしっかり LG ってか LG パズル難しいな、シンプルに。あ、やべえ、斜め入んなかった。まあ、この辺はね、普通に突破できると思います。 OK。 3回はダメージ無効が確実にきますので、カリンドラゴンを使って突破しに行きたいと思います。はい。でですね、カリンドラゴン使って、盤面にね、回復ドロップがまあ多く作られるんですけど、ここ先制ダメージ大きくて、で、ウルトラはね、スキルで 40% 回復できるんですけど、ロイチラは 30% しか回復できなくて、HP がね、結構苦しくなってしまうので、盤面に回復ドロップがあるときは、ロイチラを使わずにね、盤面で回復しに行くっていうのがいいと思います。まあ、全パラね、5倍があって、そこがね、こっちのキャラの強みですので、しっかりそれを活かして戦っていきたいと。はい、これでね、回復しっかりできますので、 30% の回復よりも盤面で消してあげた方がいいですね。ロイチラのねスキル使っちゃうと、3色水闇気ドロップ作ってくれるときに、あの回復ドロップ消しちゃうので、まあ、下手に使わない方がいい時もありますね。でここは1色ドロップ消せなくなります。今回コンラートに潜在覚醒つけてきてますので、光じゃないや、火か木の4つ消しをしていくといいですね。そしたら黄昏使って、属性吸収無効を解除していきます。でもしね、ここ木が消せなくなると、木ドロップね、火ドロップは生成できないので、ちょっとね、火ドロップがもし欠損してしまった時は耐久が必要になりますね。火ドロップを4つ呼んであげないといけないです。もしね、欠損、それこそもう3色も欠損してしまうと、ちょっと積んでしまうので、まあ、そこがちょっと注意点ですかね。ロイドのね、3色で同時攻撃でダメージ激減が貼れなくなってしまうといけないので、まあ3色欠損しない、まあ、おおむねないけどね、まず木が消せなくなるのが5分の1で、そこでね、3色欠損する確率ってあんまないと思うので、
大丈夫だと思うんですけど、はい、まあ、欠損したらご愁傷様と。で、闇バルですね。闇バルは回復力が激減しますので、ここで石化を合わせてあげたいです。ここから石化はループですね。で、ここはロイチラ使って、で、トゲドロップね、まあちょっと軽く動かしながら、行くと。で、ここ結構柔らかいので、水かきの L を消してあげれば、崩れると思いますね。で、トゲドロップをしっかり消してあげて、まあ、ちょっと動かしすぎたかもしれないけど、回復ドロップ消せたからいいでしょう。はい、あんまり動かさなくてもいいかもしれない。無理にね。はい。で、そしたらここ半分になって、で、ここの攻撃ね、非常に痛いです。石化込みで33万。石化ないと50万超えてくるので、しっかり石化を使って受けていきます。で、ここ、次の階層で、3ターン遅延が来ますので、来る可能性があるので、できればね、ここ、ロイチラをちょっと温存するといいと思います。リーダーがね、リーダーじゃない、フレンドの方が遅延される可能性がありますので、ただ、盤面にね、回復が、使っちゃうか。そしたらね、カリンドラゴン使っちゃってでもいいので、ここはロイチラ温存がいいと思いますね。どうせ次の階層でちょっとスキルダメを増した方がいいかなと思うので、はい、ここはちょっと温存して、こんな感じでいくといいと思います。次の階層が、3体ですね。水か木か火が出てきます。はい。今回は火ですね。ホムラが来ました。ホムラは、コンボ現象がありますので、コンボ現象を、まあ、1、2ターンちょっとしのいでから削りに行くといいかなというところですね。で、水の場合は、操作時間短縮がありますので、石化がね、基本的にここ残り2ターンで溜まるので、石化を使ってから突破しに行く形がいいと思います。とりあえず一旦耐久しよう。で、木の場合は、まず遅延されますので、そこが注意なのと、あとね、火力もね、しっかりと、木の L 字とかを消していかないと抜けないので、そこもちょっと注意していってください。はい。で、今回火はね、そんなに、まあ、怯えるところはないので、まあ、一旦ぐらい適当に消費していきましょう。じゃあしっかり L 字消し決めてあげて、まあ、火はね、タイプ相性的にもすごく有利なので、まあ、いいかなと思いますね。一番木が嫌かな、ここで出てくるのは。はい。で、突破です。OK。で、次、7階ですね。イザナミが出てきます。闇か光で、闇の場合はね、ロイドが、たま、まあ、さっきのところでスキルダメしてくれば、残り1ターンでたまると思うので、使っていくという感じですね。1ターン目耐久です。だから、ロイドがね、残り1ターンになるように、ここで入ってくるのが大事ですね。ワンパンすればいいんですけど、前の階層でまずね、水が来ると、リーダーとフレンドはね、攻撃力減少してますので、そうなるとね、まあ、ちょっと盤面次第では2ターンかかる時もありますので、まあ、注意と。それがなければね、リラフレが攻撃力減ってなければワンパンできるとは思います。で、まあ、一応2ターン目に倒しに行きます。まあ、3ターン目までに削れば大丈夫ですね。はい。しっかりとコンボを組んであげて、木に変わるまで一応待ったけど、別に待たなくてもよかったかもしれない。あ、コンボ現象あんの忘れてたわ。ほらな。こういうことがあるので注意ですね。そうそうそう。ホムラの場合はコンボ現象があるので、コンボ現象に注意と思ったけど忘れてました。ただね、ロイドがもう一旦ちゃんと継続してくれてるので大丈夫でしたね。危ねえ危ねえ。じゃあしっかり今度はコンボを組んであげて、で、しっかりワンパンしなければならないので、木もしっかりと 2way 入れてあげて、どうでしょうか。回復打ってきた。あ、てか、石化使い忘れてましたね。はい、石化使ってあげないと受けれないところもあるので、まあ、石化はしっかり使っていきましょう。で、8回です。今回、ヴァンパイアですね。ここ、水が一番当たりですね。で、木はね、すごく硬い。クーフリンがすごく硬くて、クーフリンを倒すには、まずね、カリンドラゴンでダメージ無効を貫通しつつ、ロイヤルノーチラスのサブの方を使って、こっちのね、限界突破します。こっちば、バランスキャラ振ってるので、こっちのロイヤルノーチラスを使ってあげる必要がありますね。で、その段階で
その状態で木の L 字消し2個必要になるので、盤面整えてからスキルを使って突破しに行くっていうのが必要になります。ちょっと工夫林は注意ですね。他のやつはまあそんなに、まあ、いいかな。はい、しっかり L 字消しさえ見せなければ大丈夫だと思います。 OK、まあ、回復もできましたね。はい、突破です。はい、で9回ですね。さあ誰が来るか。今回はノアですね。ノアはねちょっとめんどくさいですが、はい、 HP がね減ってしまうので3ターン耐久ですね。回復力が、まあ、ここ減りますけども、そこは大丈夫ですね。で火と光ドロップをちょっと温存してあげたいです。ここねなんかロックからの回復花火みたいのが来るので、なんか3色欠損リスクがねちょっとありますので、ドロップの確保をしっかりとしてあげる。ちょっと闇降ってきてくれ。闇じゃないや、火。あ、火消えてったけど、多分これで大丈夫かな。どうなんだ、これロックの条件をあんまり理解してないんだけど。あー、そういう感じね。こんな感じでね、なんか、特定のドロップロックされていくので、しっかりとね、色がある段階で受けなきゃいけないです。ちょっとめんどくせえな、こいつな。はい、で、ロイチラは使っても大丈夫なんで使って、3色しっかりと決めてあげて、行きましょう。はい、回復ドロップ消したいか。消さなくていいか。はい。OK です。これで軽減貼れてるので、大丈夫ですね。そしたら、カリンドラゴンが溜まってるので、まあ、もう一旦耐久してもいいな。ここもう一旦耐久しても大丈夫ですね。まあ、3色しっかりと決めてあげて、いくと。はい、OK。で、HP が戻りました。で、ここで回復力激減じゃねえ、半減しますが、まあ、石化がちょうど溜まってたので使っていきます。まあ、石化なくてもね、大丈夫ですね。で、シャインドラゴン使って、突破しに行きましょう。どっから来るか、ね、一番多分起こりそうなミスがコンボが足りないですね。なんか盤面つながっちゃってコンボ足りなくてやられちゃったとかが起こりそうなので、しっかりとコンボは組んでいきたい。 OK、まあ、これで、まあ、抜けるでしょう。 OK、 10回ですね。はい、この辺りから、まあ、ちょっと中盤ということで難しくなってくるかなと思うんですけども、今回シャイターンですね。シャイターンは前の階層で毒とかお邪魔があるとここ大ダメージが飛んでくるので注意してください。はい、でそれがなければ特に大丈夫なんだけど、カリンドラゴンが残り2なので、ちょっとねカリンドラゴンためもう一旦貯めてから行きたいので、あ、でも関係ないかあんまり。まあ、とりあえずもう一旦耐久しておきますか。はい、で次の階層でゼウスかヘラで、ね、先制ダメージが非常に大きいので、石化がしっかり使われていることを確認してから、突破しに行きます。うわ、こんなことになったわ。これはね、下手にもう一旦やってからとか考えずに行った方が良かったですね。キドロップつけられなかったのでもう一旦耐久。ほら、もうこうなるからね。あと水の L 組んで、あれですね、ちょっとロックを解除してあげつつ、もう一旦耐久ですね。ちょっと やべ、毒ドロップ消えすぎだ。あ、回復来たからよかったけど、毒ドロップのは2コンボしてしまって、1コンボのつもりだったんだけど、削る。ロイド使ってたわ。なんか抜けました。はい、OK です。で、ヘラですね。なんか抜けないかなと思ったけど、なんか抜けました。で、ヘラは当たりですね。ゼウスだと操作時間短縮が。きますので、まあ、ちょっと厄介なことになって、もしかしたらね、ロイドのスキルダメをね、もう一周してからやった方がいいかもしれないんですけど、ヘラはね、操作時間短縮がないので、そのまま抜けます。カリンドラゴンあるけど、使わなくていいかな。まあ、回復ドロップないけど、多分次の先生は確か大丈夫だった気がするので、このまま突っ込んでいきたいと思います。はい、まあ、L 字消しね、いい感じに組めて、
はい、まあ、これはさすが、あ、回復ドロップ持ちてきてくれた。まあ、多分次の先生はね、大丈夫ですね。多分受け、あ、せっか使えてるから大丈夫ですね。はい。で、今回は、ノルディスですね。ノルディスはね、結構当たりな気がします。ね、こんだけしかしてこないから。で、せっかしっかり使ってあげて。で、まあ、ここは普通に抜くでいいかな。普通に抜いちゃいましょう。まあ、今のところね、すごく使用した感じ、まあ、楽しいというか、ロイヤルノージラスいいですね。まあ、火力もいい感じですし、ただパズルは、なんかちょっと組みにくさを感じてはいますけども、まあ、それ以外は非常にいい感じだと思います。はい。OK。まあ、ここは当たりですね。リンシアが来たときは、コンラートが必要になるというところですね。で、ブラフマー来ました。ブラフマーはカリンドラゴンが今回あるので、まあ、そのまま倒しに行きますかね。いいよね、倒しに行って。スキル貯めとくとかもないよね。うん、そのまま行っちゃいましょう。カリンドラゴン使って、で、木の4つ消しをしっかり通していきましょう。4つ消ししてあげて、水の L と、木の L を組んであげれば、あとは、うまく闇ドロップさえ分けれれば大丈夫。分けれた。ちょっとまあ大丈夫か、コンボ足りるか。焦ったちょっと1手ぐらい足んなかったけど大丈夫でしたね。 OK、 順調。さあ、ということでボスに入っていきました。ここはですね、しっかりとコンボを重ねてあげる必要があります。13コンボ吸収、あと水と木の L を組んであげなきゃいけないので、ちょっと忘れてましたけど、ここでね、水か木がドロップ足んなかったら積むので注意ですね。まあ、基本はないか。あと、コンラートのコンボ加算を使ってあげてください。まあ、なかなかね、水ドロップが、まあ、盤面に2個ないみたいなことはないと思うんだけど、前の階層でしっかり取っておいた方が良かったですね。うまく分けれないけど、てかもう闇めっちゃ繋がってるやん。はい、まあ12コンボ。まあ、コンボ加算も乗って15コンボいったので大丈夫でしょう。OK。はい、ということで2段階目ですね。多分ここが一番難しい気がしますが、まず1ターン目は闇花火なので軽減をしっかり張ることを意識していけばいいと思います。オリオンガード、ここがねちょっとすごく嫌なんだけど、結果残り1ターン。はい、そしたらまずここはしっかりと3色決めて、回復して回復というか、しっかりと軽減を張っていきましょう。キドロップ取り出し損ねた。はい。まあ、3色をなんとか組んで、打ち込んできたけど、まあ、9コンボ、まあ、削れないかな。地味に削れますね。で、ここ操作時間半減に合わせて、石化を使っていきたいなというところですね。カリンドラゴンを使って一回削りいくか。カリンドラゴンと石化と、ロイヤルノーチラスを使って、まあ、ここのターンで削りに行きたいと思います。はい。操作時間がここ伸びるので、まあ、しっかりとここは消していけるんじゃないかと思いますね。このタイミングで石化を使うっていうのはすごく大事なポイントな気はしております。コンボ吸収が若干、コンボ吸収とかないか。ないから、これで大丈夫かな。で、しっかりとコンボを重ねて、落ち込む乗って、さあ、どんぐらい削れるか。あ、OK、いい感じに削れますね。で、ここは暗闇が来るんで、それは弾けない。ですが、まあ、ここは一旦適当に削ればいいでしょう。あ、てか、これあれだったね。ノージラス使っちゃうと、ダメージ無効に引っかかるので、ノージラスは使わなくてもよかったかもしれない。まあ、いいか。あると。ちょっと、コンボを決めていくと。いうところですね。ちょっと水ドロップもう一回決めたかったけど。まあ、回復も決めたし、いいでしょう。落ち込んも乗っていく。めっちゃ落ち込んきたわ。え？どんぐらい削れるか。
まあまあまあこんな感じですね。で次コンボ現象が来ますので、コンボ伸ばすためにコンラートを使っておきましょう。どうしようかな、このまま突っ込んでいくか。回復ドロップがちょっとあんまないのが嫌だけど、いやロイヤルノーチラス使っちゃおうかな。削り切れそうで、闇のエルディとかでちょっと入れて削りに行こうかなと思います。ちょっとねここがちょっと水ドロップ作れなかった。まあちょっとここが注意点ですね、このダンジョンの。おーおーおー、ちょっとコンボミスったけどミスりましたね。まあ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 、そしたらねここちょっとミスった。もう本当に今のところで倒さなきゃいけなかったんだけど、ここ操作時間激減されます。すごくミスりました。ちょっとミスってやばいので、そうですね、まあ、しっかりと LG1 個プラス、コンボを決めていけば削れるのでやっていきましょう。マジでミスった今今すごいミスりましたね。今のところで本当は決めなきゃいけなかったんだけど、ミスりました。これで10コンボ届くはず。OK。多分削れるでしょ、カリンドラゴン打ったから。OK ですね。LG1 個決めたのが大事です。はい。あんなことになんないように注意してください。ということで、ボス来ました。はい。で、まあ、ここの注意点としては、まあ、半分時に石化がね、しっかり効いていることを注意するのと、ルーレットがね、残り1の段階で半分に削った時のダメージ受けれないので、ルーレット状態に注意なんですけど、まあ、基本的にカリンドラゴン溜めながら削るので、ルーレットは大丈夫だと思います。石化を使っていきましょう。はい。で、そしたら、まあ、トゲドロップまず1ターン目はないので、適当に削りに行きましょう。まあ、カリンドラゴン溜めですね。いやー、ちょっと危なかった、前の階層。操作時間激減の前に倒さなきゃいけなかったんですけどね。ここまで行ってしまった。はい。ちょっとね、なんか、ルーレットに手こずって、パズルね、コンボ数足んなくなるっていう、まあ、ほんと初歩的なミスを犯したんですけど、まあ、なんとかなりましたね。はい。で、基本ここ4パンになると思いますね。暗闇。ここ回復ドロップあるので、このまま消していきますか。色ちょっと消してあげて、回復ドロップもいって、はい、こんな感じで。ちょっと回復力が思ったよりなかったですね。はい。そしたらカリンドラゴンがあるので、削りに行きたいなと思いますが、まあ、一旦削って大丈夫か。ここ半分行くときね、HP かなり回復しとかなきゃいけないんですけど、まあ、一旦とりあえず大丈夫そう。トゲにちょっと注意しながら、削りに行きます。水。ちょっとあんまり良くないな、盤面が。いや、待って、水繋がっとったな、今。木の L 字がなんかすごい降ってきて、まあ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 、ちょっとミスりましたね、めちゃくちゃ。はいはいはい。そしたらここは一旦ちょっと回復優先でいきたいですね。これで石化で受けれますね。回復力激減。このダメージが40万ぐらいなんですよ。で回復力激減というのがあって、石化がまだたまらない。
そしたらロイチェラ使って回復していくと。で、ここはトゲ動かしちゃダメですね。トゲ動かさずに、しかもトゲちょっと処理しておきたい。まあ、ルーレットあるから回復ドロップちょっと呼び出しながら行くか。まあ、回復力激減はされてるけど、まあ、回復できないわけじゃないから、回復してあげながら行きましょう。なくても一発は受けれるんですけど。はい。14万ぐらいなんで受けれはしますね。で、次石化溜まるので、石化溜まり直してから攻めたいので、ここはもう一旦。で、3色消していっていくと。そしたら倒しに行きましょう。はい。カリンドラゴン、セッカー、ロイヤルノーチャスを両方使っちゃいましょう。これでさすがに削りに行けんじゃないか。コンボカサーのコンラートも使っていく。ミスったら受けるな。ミスったら受けるが、多分大丈夫だと思います。ここ闇作ってあげて、この闇。水ドロップ。あげて、まあ、操作時間も伸びてるから、さすがに大丈夫そうな気はするけども、水ドロップくれ。水ください。水消えていくわ。はい。で、L をもう一個組みたいんだが、これで大丈夫じゃない？はい。L 字消しめちゃくちゃ入れました。さあ、落ち込むも乗って、多分削れると思う。はい、ということで、こんな感じでね、なんとかクリアできました。今回ね、まあ、ロイド×ロイヤルノーチラスというね、パーティーを使ってみたんですけども、まあ、正直ね、ちょっとパズルが難しいし、まあ、ちょっとね、パーティーのもちょっとキツキツというか、HP もね、ギリギリで受けにくいところもあるんですけども、まあ、遊ぶにはね、いいパーティーかと思います。ハラハラしながら楽しめましたね。はい、ということで、今回は、この辺で動画を終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。